それが終わったらですね。はい。はい、じゃあ紹介しよう。あ、じゃあ、はい、高橋とはですね、実は9年前に僕、河野康平選手のドキュメンタリー番組を見て、うん、高橋彼らが、御殿場に奥さんと子供がいて、単身赴任で東京行ってるってことを知ってですね、河野君のブログに、高橋トレーナー静岡に帰ってきたときはこっちジムに遊びに行ってくださいとか言っておいてくださいねみたいなコメントが欲しかったと思うんですよ。でもその、返答はなく、その1年後たまたま三重の工業で高橋さんと一緒にお会いすることができて、それをきっかけにぜひこっち帰ってくる、いずれ帰ってくるんですかって聞いたら家族の元に帰りますってことを言ってたんで、それを近に連絡取り合うようになって、でそれで今回、8年越しですね、8年越しで両思いになりました。レンタルとは7年越しに両思いになりました。4月で、ジム創立丸10年経つんですけど、本当に新しいスタートを切る、という中では素晴らしい、最高の選手とトレーナーが揃ったので、ここからは、世界チャンピオンの街からというのはもう現実に僕の中では帯びてきていると思っているので、渡辺翔太の高橋と申します。何も考えてないと突然で、レンタローも卒業してこうプロに転向していいタイミングで自分も、自分もそういうものができたなと思ってるので、頑張ってこのジムからチャンピオンを育てたいと思います。正式にはいつから今年からですね、今年明け1月6日でしたっけ、はい、それくらいです。タクトル、今は御殿場にお住まいなの？御殿場です。はい、御殿場から終わり。練習は高橋トレーナーがメインで、はい、指導はこちらです。だからその、世界チャンプ、河野選手と比較した上で、なんかその、なんですかね、共通点っていうか、その、なんていうんですか、可能性だったりの感じる部分は、どういうところですか？練習、今日が初めて。これから。今日が初めて。でも映像とか見たことあります。あ、映像で。いやいや、自分でも言った通り、攻撃力、あるんで、上下の打ち上げ、素晴らしいんで。で、さっきも自分のやつより、もう一発もらったら、もう、バーって返す気の強さを持ってるんで、でもやっぱりもらっちゃダメなんで、そこは直した方がいいと思いますね。やっぱディフェンス面をじゃあ指導していきたい。そうですね。やっぱり世界となると、いろんな角度がパチきますから。王座の最後の映像ですよね。ね、ユキさんなんか来たの？応援に。あんまり。